今日午前、神戸市の国道2号線で車6台が絡む事故がありました。今日午前10時20分ごろ、神戸市長田区の国道2号線で乗用車6台が絡む事故がありました。警察によりますと、79歳の男性が運転していた乗用車が2台の車に追突し、道路沿いにある工場に突っ込んだということです。追突された車2台もそれぞれ別の車に衝突し、合わせて6台が絡む事故となりました。事務所いなかったんで、怪我はなかったんですけど、すごい勢いで突っ込んできましたね。ぼーっとしてたとか、そんなの全くなかったですし、普通に受け答えもできてて。消防などによりますと、この事故で8人が軽傷を負ったということです。警察は事故の詳しい原因を調べています。